サンダーでございます。ご機嫌いかがでしょうか。本日もね、サンダーチャンネル時間が参りました。ね、お時間取っていただいてありがとうございます。ね、本当にね、いつもね、皆様が、そしてあなた様がね、少しでも何かお役に立てることを話せればなと思ってね、やらせていただいております。ではね、早速本日のテーマでね、実際ご相談あったことからね、また今日もお話をしたいんですけども、何かっていうとね、今日のテーマは、子供が頑張っている時に、親は頑張りなさいと言っていませんかっていうことなんですね。これ実はお子様からのご相談だったんですね。お子様からの。うん。ちなみにご相談者の方は、年齢はちょっと控えさせていただきます。結構大きいんです。ね、結構大きいんですよね。で、まあ男女、男ですか女ですかっていうかね、こう言われるんですけど、まあそれもね、ちょっと控えさせていただければと思いますね。で、実際にそのお子様が頑張っている。ね、その頑張っているのにもかかわらず、親はいつも私にと、ね、頑張れと言うと。で、頑張ってるのとも聞いてくると。頑張ってるの、はてなマークですよね。で、もう一方は、頑張ってんのかっていうような、ね、ちょっとこう、刺さるような言い方らしいんですよね。まず一つ言えるのは、親だけが悪いとは思わないんですね。それも言わせていただきました。お子様に対しても、からのご相談だったんで、なんでじゃあね、と、親がね、あなた様の親が、あなた様にそのね、頑張ってるのとか、頑張ってるのかとかね、言ってくると思いますかと言った時に、どんな答えが返ってきたかというと、頑張ってないように見えてるかだと思いますだったんですよね。うん。あ、なるほどね、と思ったんです。そうか、そういうことか、と思ったんですね。それなんでかって言ったら、子供からしたら親っていうのはやっぱり敬うような存在だということが多いですよね。ですから自分がどれだけ頑張っていても親から見たら私頑張ってるに見えてないんだと思いますだったんです。これって結構寂しくないですか？結構怖くないですか？もっと言うとね、やっぱり子供からしたら頑張ってるのに頑張ってんのとか頑張りなよって特に誰に言われて一番きついかって多分親ですよね。これ、ちょっと深いんですけどもね、あんまこと、私ぐらいのこう、レベルでなんかうまく伝えられるかよくわかりませんけども、まあ実際でもね、そういうふうにこう言われた時に私がこう答えたわけですよ。何かって言いましたら、親は、ね、あなた様が頑張ってないっていうことに対して頑張ってんの頑張れって言ってるとは思いませんねと言ったんですね。なので、その解釈や親のその頑張れの捉え方をもしかしたら、変えてみてもいいかもっていうことも言ったんですよね。で、変えられるかなって言ったんですよ。そのお子様がね。ご相談者様がね。ってなった時にもう一個質問したんですよね。何かっていうと、なんで頑張れっていうのって、ね、お父さんお母さんに聞いたことありますかって聞いたんですよ。そしたらないって言ったんですよね。で、なんでって聞いたら、じゃ小さい頃から言われてるからって言うんですよ。だからずっとじゃあ、頑張んなきゃいけないって思ってたんですかって聞いたんですよ。うん。そしたら、そうだって言ったんですね。自分が頑張っていい、ね、いい学校に入ってきたとしても、親に頑張れって言われるから、どこまで頑張ったらいいんだろうって、ずっと思ってたって言うんですね。うん。だから、まあ当然こうやって、その時ズームだったんですけどもね、泣かれてたんですよね。で、一番苦しいのは何って言った時に、どこまで頑張れば親は頑張れって言わなくなるか、知りたいですって言ったんですよね。もうね、結構重症だったんですよ。重症。だから、先生にご相談したんですけどっていう答えだったんですね。ですから、その時に、お子様とね、親でちょっと変わっていただいて、お話をさせていただいたんですよね。では、お父様、お母様に何を言ったかっていうと、もうシンプルで、その、何をね、お父様とお母様からしたら、娘さん、息子さんがね、お子様がですよ。何に苦しんでんのかが分かんなかったですよ。うん。それは聞いても、
お子さんが答えてくれないから分からないまんまで、ただどうしてあげたらいいかも分からなかったっていうことで、間にですよね。だ間に私がこう入れたわけですよね。うん。ですから、その時にこう実際に、いや、こういうことらしいですということを言わせていただいたんですよね。で、そのお子さんが、ね、いつまで頑張ればお父さんとお母さんが満足してくれるのかを知りたいと。それが一生なのか、私が学生だったり習い事をしてる間なのか、ね、俺がこういうことをしてるからああいうことをしてるからということで、どこまで行ったら頑張れって言わないで喜んでくれるのかということを知りたいみたいですっていうことをお話しさせてもらったんですよね。そうしたら、まあ、こうだったんですよ。お父様もお母様もまずね、びっくりしたんですね。まさか応援団で、言ってみればイメージで言うと、頑張ってるお嬢さんを、ね、息子さんがいるじゃないですか、お子さんがね、が頑張ってる姿を後ろからこうね、応援団旗持ってね、フレーフレーって言って笑顔で応援してるつもりでいたわけですよ、お父様もお母様も。だけどそれを振り返った時にお子さんが喜んでくれてると思ってたって言うんですよね。ってことはもうこれはっきり言えば、お互いの応援のされ方、受け止め方が全然違ったってことですよね。だからただ単に応援っていうとね、一つで言葉だけで見るといい言葉じゃないですかね、プラスな気がするんですよ、温かいし熱いし。でもそれが受け止める側からすると、親が思ってた形と違う形で、丸が三角だったり丸が×だったりっていう形で解釈の仕方だったわけですよね。ですから実際どのような応援の仕方、なんて言ってあげたら、じゃあ今度はね、お子様が実際自分の子供がですね、お父様お母様言ってくださったのは、どういう言葉をかけたら応援になるでしょうかっていう質問を今度逆にいただいたんですよね。で、私はこう答えたんですよね。それをお子さん直に直接聞いてもらえませんかって言ったんですよ。うん。それでお話をしていただいたんですね。3人で。ズームの先で3人で。それで、初めてそのお子様が苦しかったことを話していただいて、そしてお父様、お母様も涙ぐんでたんですよね。だから、なんかこう、それ以外のことで言うとね、すごく幸せそうな、もう、まあ言ってみればちょっと有意義な、まあ優雅なっていうかな、まあ、質のいい、こう、ご家族なわけですよ。でも、やっぱりね、そのいい生活してるからとか、そういうことではなくて、なんかそのプレッシャーを、やっぱ子供は感じてたことに、親としても、やっぱりこう分かった、あげにくかった。そしてお子様からしてもその期待ですよね。またちょっと話変わってきてしまうかもしれませんけども、そのどこまで期待に応えたら自分の人生を歩んだらいいんだろうということでもあったわけですよ。うん。ってことは進路に関しても、その3人でいらっしゃる時にね、ズームではこっちに私が1人でいますよね。ですから3対1でこうちゃんと話せたんですよね。で、その時に言ったんですよね。何を言わせていただいたかっていうと、進路って自分で決めてましたかっていうことをお子さんに伺ったんですよね。そしたら決めてきてないって言ったんですよ。お父さんとお母さんが望むところを受けてきましたって言ったんですね。なるほどと。もしこれからお子様が自分の足でちゃんと立って自分で判断ができて自立をして笑顔でいてもらいたいと思うときに、お父様とお母様はお子様が決断することや決めることに対して耳を傾けてあげることは可能ですかって伺ったんですね。そしたらお父様とお母様はお子様の気持ちがようやく分かったんですよね。だから受け止められますし、相談に乗れるし、一緒に話して決めていきたいって
おっしゃってくださったんですね。でもその後言われたんです、お母様から。私はこの子が、私たちがレールを引いてあげないと頑張れないと思ってたんですって言ったんですね。だそれが、そのお母様のたった一言がもう答えだったんですね。お母様もお父様も愛情があってレールを引いてあげた。なんでか、子供はきっと決められないから、こういうふうにしてたらこういうふうなね人生になるからと、ね、愛情を持ってやったことだったってことがそこではっきり分かったわけですよね。でもお子様からしたら、自分で決めていってはいけないになってた。そのどんどん年取るたんびに、年重ねてて進路のたんびにね、ということが分かったわけですよね。だからそういったこうちょっとしたズレが大きくなって、差が広がっててしまったっていうこと。だからそのね、子供に頑張れっていうその一言のワードが、実はそれぐらいの水を作ってしまってたということが分かったですね。ですから今日ね、あの人の一家族のね、ご相談者様からの、ことで今日はお話をさせていただきましたけども、もしね、これをご覧になっていただいているね、お父様、お母様、そしてね、逆に言えばお子様がね、息子さんでも娘さんでいいですよね、なんか親から頑張れ頑張れって言われてとかね、応援期待されすぎてなんか苦しいとかね思っている方が、もしねこれをご覧になっていただいてたらね、ご家族でご覧になっていただけたら嬉しいなと思うんですよね。ですからね、本当にこうね、やっぱり親の言葉の力ってあるし、ね、親もでもね、お子様がもしご覧になっていただいておりましたらね、親もですよ、子供育てんのって難しいんですよ、大変なんですよね。だからそういう部分では、そのね、自分自身がどうしていきたいのかね、どういうことが嫌なのかっていうこととかもね、せっかくご家族でいるんですから、話せる状況であればね、実際にはそういう自分の、気持ちね、そういう部分もお父様お母様に、伝えていただけた方がいいんじゃないかなと思います。でもそれでもね、なかなか難しいということであればね、また何かね、こうメッセージも何でもいいのでね、いただければね、ご相談乗れればなと思っております。ではね、一家族のね、頑張れの一言というところでね、今日親子関係の中で今日はね、お話をさせていただきました。また次回もよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。